シュネーベルクは、アルプス山脈にある2000メートル以上の山のうち、最も東にある、標高2076メートルの頂上、クラスターワピンを持つ、ニーダー・エスター・ライヒ州の最高峰である。この山は三面が険しい傾斜となった、石灰岩の山階である。シュネーベルクは、オーストリア東部のニーダー・エスター・ライヒ州と、シュタイアーマルク州の境となっている北石灰岩。 アルプス山脈に属している。この山と約1 3キロメートル南西にある標高2 0 0 7ルのラックスは合わせてウィーンのハウスバーチと考えられている。豊かなカルスト大地は1873年以来1 2 0キロメートルのパイプラインでウィーンに飲料水を供給しており世界で最良の飲料水であると言われている。天気の良い日には 約6 5トル離れたウィーンからシュネーベルクを見ることができる。北側には雪原があり、夏でもスキーをすることができる。100年以上の歴史があるラック式鉄道のシュネーベルク鉄道で標高1 8 0 0ルまで登ることができ、1.2時間歩くことで頂上に到達することができる。その他にも東側のプフベルクアムシュネーベルクの 温泉保養地からや南側のヘッデンダ谷からなど多くの歩行者のためのルートがある。山頂の平坦地にはいくつもの山小屋があり、毎年何千人ものハイカー、登山家、マウンテンバイカーが訪れる。ありがとうございます。